ジェルマイはアメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身の R&B シンガー、ソングライター、ラッパー、音楽プロデューサー。2009年のデビューシングル、バースデーセックスで広く知られるようになる。2010年にはシングル、ダウンボンメガ全米4位のヒットを記録。2014年には YG をフィーチャーしたシングル、ドントテルエンが全米6位とヒットさせた。 アメリカンミュージックアワーズでのジェレマイ1987年7月17日、ジェレマイはイリノイ州シカゴで生まれる。3歳からドラムをはじめ、サックス、パーカッション、ピアノ、キーボードを演奏することができるようになった。高校ではマーチングバンドやラテンジャズバンドの一員として、コンガやティンバーレなどの打楽器の演奏を学ぶ。ジェレマイは優秀な生徒で高校を一年早く、 卒業し、イリノイ大学とアーバナシャンペインのパークランドカレッジに入学した。2007年には、コロンビアカレッジシカゴに編入し、音楽ビジネスの学位を取得する。同行のタレント賞で、レイチャールズへのトリビュートを披露した際、好意的な感想をもらい自分のボーカル能力を実感したという。2009年にデフジャムレコーディングスとレコード契約日、デビューシングル、 バースデーセックスをリリース。ベイビルボードホット100で4位とヒットし、同年6月のデビューアルバム、ジェレマイは、ベイビルボード200チャートで6位を記録した。2010年9月、2作目のアルバム、オールアバウトユーをリリースし、シングル、ダウンオンメが全米4位とヒットした。2014年には、YG をフィーチャーした、シングル、ドントテルエンが、全米6位のヒットを記録。 2015年12月に3作目のアルバム、レートナイツをリリースした。2018年8月24日、タイダラー・サインとのコラボアルバム、マイティをリリースした。ジェレマイ・ジェレマイは、最大の影響を受けたアーティストとして、マイケル・ジャクソン、スティービー・ワンダー、アール・ケリーを挙げている。ジェレマイは彼らの音楽を、時代を超越していると表現し、 真のミュージシャンアーティストと称賛した。2020年11月、ジェレマイはナインティ1 9の陽性反応が出て、シカゴの病院に入院する。11月14日までに集中治療室で人工呼吸器を使用していると報じられ、19日には人工呼吸器を外されたが、渋滞のままであった。彼のスポークスマンによると、ジェレマイに基礎疾患はないという。 ジェレマイは11月21日に集中治療室から総合病院に移送され、その後完全な回復を遂げた。スタジオアルバム、ありがとうございます。